事業傾いたら医者になろうかなと思ってたけど、最悪トラック運転手になろうかなみたいな。半年間さ、計画通りに過ごすことなんて無理だから、日曜日にあえて全く計画を組み込まないと。はい、どうもです。今回はツイート深掘りということでやっていきます。ツイッターはですね、結構140字なんで、結構誤解されることだったりとか、もっと深いこと話したかったのにあんまり価値を提供できてないなっていうふうに思うことが多々あるので、今のツイートの中でスタッフがもっと聞きたいよって思ったものを拾ってきてくれたので、それについて深掘りしていこうかなというふうに思います。というわけでやっていきましょう。掘り出し物のブレイン見つけた。ダサーって思って全然見ない領域だったけど、確かに再現性高く生活費稼げる硬さのあるものだった。こういう一見敬遠しちゃうけどだからこそ美味しいみたいなもの意外とあるよね。超安いしおすすめ。普段こういう宣伝しないけど、このブレインマジで面白くてさ、軽貨物宅配事業ってさ、見ただけでさ、俺関係ねえわって思って見ないじゃん。なんだけど意外と中見たら面白くて、要はトラックの運転手、宅配の副業なんだけども、月商50ぐらい硬く稼げますよみたいな980円のブレインだったの。逆にこんなダサいものないからさ、読んで見たのよ。そしたら本当に硬いなっていう、競合がいないんだろうね。どこもさ、ヤマトとか全部含めて宅配する人足りないってよく言うじゃん。だからそのフリーランスみたいなのが流行ってんだって。個人事業主でアマゾンとかと契約するみたいな。そう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 、初期は必要なんだけどトラックっていう。それもなんかこのブレイン曰く安く抑える方法あるみたいで、それをまず買いますと。それで申請して本当に荷物運ぶだけみたいな。でそれで割と初月から月商50ぐらいいっちゃうみたいな。まあ、確かにさ、ダサいけど、しかも労働集約じゃん、自分が運転するから。なんだけど就職先見つけるの大変だなとかさ、それでなんかニートやっちゃうぐらいだったら別に運転なんか誰でもできるわけじゃん。運転してさ、荷物をさ運ぶだけよ。これ軽貨物だからさ、そんななんかめっちゃ重たいものを超えるわけでもないのよ。普通にアマゾンとかで届くようなやつ、あれは運ぶだけで月商50、利益率も少し高いと思うから飯は食えるよねっていうものがあるんだなって思うと、何でも食っていけるなっていう。逆にそれがなくてファミマでめちゃくちゃシフト入ってどうにかこうにか月収15万のフリーターとかっているじゃん。そういう人ってやっぱこういう知識と出会えないのかわいそうだなって思った。たった980円なのよこの知識って。なんだけどその知識があるとないのとで、片やめちゃくちゃシフトに入って月収15万、片やまあ運転してちょっと運ぶだけで月収50万みたいな。世の中って本当に仕事も多いし、ブルーオーシャンって至る所にあるんだなって思って、素晴らしいなって思った次第です。そういう稼ぎ方を教える系のブレインってなかなか見ない。そう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 、めちゃくちゃ面白かった。980円でさ、人生これでどうにかあとなるじゃんって思えるのは結構心の保険料としては安いじゃん。で俺も事業傾いたら医者になろうかなって思ってたけど、最悪トラック運転手になろうかなみたいな。これしかも普通免許でできるんだって。本当に誰でもできるんだっていう。知ってるか知らないかでフリーターで月15万20万と50万のその差ってあるんだなっていう。でその知ってるか知らないかの差が980円で埋まっちゃうっていうのはなかなかすごいことだし、しかもこういうので無料情報で出てこないのよあんまり。こういうのこそなんかこう価値があるよなって思う。いい深掘り。はい。うちのスタッフは全員動画編集できる。動画編集者が増えていくのは当然なんですが、今後 Excel 触れます的なノリで動画編集ができることがビジネスマンのデフォになる日も近い。実際僕の周りでは動画編集スキルがない時点で採用しないなんてことも聞きます。学ぼう。これはね、最近結構痛感してて、動画編集者が増えていくのは当たり前じゃん。もう動画広告数が伸びていくから動画編集者への需要も伸びていくんだけど、一方で最近社長仲間と聞くのが、新しくスタッフ入れたらそいつが動画編集ができると、その人めちゃくちゃ助かるってみんな言うのよ。どの会社もね、今動画は作んのよ。 YouTube やるとか TikTok やるってのは確かに全会社の中で特殊かもしれないけど、何かしらの情報はどの会社も発信はするわけじゃん。宣伝するし、社内共有もあるし、動画っていうものは必ず使うんだよね全部の会社が。ってなった時に動画編集ができる人っていうのはめちゃくちゃ助かるらしくて、これがよりウェブマーケが強い会社になっていけばいくほどデフォになってるなっていう印象。浜本さんがさ、最近ツイッターで新しい秘書募集しますみたいに言ってたじゃない。そういう時も秘書の人って動画編集できる人の方がいいよねみたいな、ありがたいよねみたいな風に言ってて、こういう風な世界になっていくんだなと。確かにね、 Excel 触れます、 Word 触れますって当たり前じゃんビジネスマンにおいて。でそれが簡単な動画だったらカットできます、テロップつけれますっていうのが当たり前になっていく日も近いのかなって。今みんなさ、文章は書くわけじゃん。文章がどん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 動画に移行していったらさ、動画も当然触れなきゃいけないわけじゃん。パワポじゃなくてさ、動画になるかもしれないじゃん今後。プレゼンだったりとかもパワポでさ、みんなこうやってプレゼンするでしょ。でこれがなんかリモートワークとかも進んでいったらさ、動画の方がいいじゃんってなったら、全ての会社に動画編集者一人は必要だよなっていう風になっていくのがまず第一弾で、そっからみんな動画編集できるっしょみたいな、当たり前っしょみたいな風になるのがもうその次の社会なのかなって思うから、全人類動画編集はできた方がいいよねって思うし、実際今の高校生とかもさ、 TikTok とか見てるとスマホでパパって編集するじゃん。動画編集できることが当たり前でしょみたいな社会になっていくんだろうなと痛感しております。だからこう B2B で動画編集キャンプ売れるといいよね。企業の研修とかで動画編集研修みたいなのも流行っていくのかな。 Excel とか PowerPoint も研修あるじゃん。そんな感じで動画編集もあんのかなみたいな。動画編集キャンプ 2B 編。あ、そう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 、今後需要は高まっていくだろうなっていうふうには思ってるから。今話したように高校生が TikTok とかで編集してる時代だから、教育業は廃れるはずって浅いこと言う人もいるんだけど、そんなこともあるはずがなくて、だって名刺の渡し方とかの研修で B2B の会社儲かってんだよ。そんなんさ、儲かるじゃんって。お辞儀の仕方でもね。そうそうそう、お辞儀の仕方とかの研修する会社が儲かってんだからさ、お辞儀の仕方
を教えるとかさ、名刺の仕方を教えるみたいなカリキュラムを持ってる会社が大きい会社に売ってるのよ。で大きい会社はそこの会社に研修を依頼してるのねっていう構図だから、動画編集も必ずその市場はできると思ってて、そこはまあ俺も美味しいし、逆に今のうちに動画編集勉強している人は就活においても市場価値が高くなっていく可能性は十二分にあるなっていう印象です。知識がある人、目的地に向かってまっすぐ努力してすぐ成果を得られる、成果が得られるから楽しくなってどんどん努力が加速してさらに成果を得る、ぐっと耐えなきゃいけない時期もゴールが見えているから耐えられる。知識がない人、瞑想して頑張っても成果が得られない、挫折しやすい。動画編集に限らず勉強して成果を得ようってなった時に、勉強法だったりとかロードマップが見えてる人と見えてない人で全然違うなっていう。例えば勉強法がわからない人ってまず間違った方向に進むじゃない。実際公開添削とかでもさ、やっぱ同学の人ってなんかちょっと変だなみたいな、本人たちやっぱわかんないと思うのよ。でもこっちからするとわかるじゃん、いやこれじゃ仕事取れないよみたいな。本人たちはわからない中でも一生懸命頑張りをするわけよ。自分が講座を買ってる人と圧倒的な差があることすらも知らないから、なんでうまくいかないんだろう、なんでうまくいかないんだろうって思ってると挫折しちゃうじゃん。で成果も出ないし、それってもったいないの。せっかく動画編集始めようと思ってんのに挫折しちゃうとさ、そのままそれまでの時間全部無駄になっちゃうわけじゃん。なんだけど、ある程度最初に知識がある人って成果が出るまでの期間が短いじゃん。成果が出たら嬉しくて頑張れるじゃん。これがさ1年後なのか5年後なのか、はたまた10年後なのかわからないけど、ずっと仕事が取れないみたいな状態だとさ挫折しやすいけどさ、一旦安くてもいいから仕事が取れたってなるとなんか見えてくるじゃん。しかもちょっと嬉しいじゃん。俺もなんか大学生の頃に単価1000円の案件が取れた時ですらめちゃくちゃ嬉しかったの。時給100円とかなんだけど、家で一人でパソコンで稼げてるっていうこと自体が嬉しかったのよ。その嬉しい気持ちで次の努力ができるわけじゃん。もっと頑張ろうみたいな、これもしかしたら1万円になるかもしれないみたいな、5万円になるかもしれないみたいな感じで、成果が得られたらより楽しくなって、次の努力もどん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 前向きにできるようになっていくのよ。そうするとさらに大きな成果が出るじゃん。え、めっちゃ美味しいじゃんって言っても、もっと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 うまくいくって。俺自身も動画編集で最初10万稼げて、やっばみたいな、ネットすごみたいな感じになったから、じゃこれ50万稼ぐために何したらいいのみたいな。一回何か勉強して10万稼ぐ経験があったから、勉強して50万稼ぐっていうことが当たり前に見えるようになってくるというか、夢じゃなくて計画になってくるんだよね。で50万稼ぐと100万はやってうまくいくみたいな風に雪だるま式になっていくから、知識だったりとかロードマップが見えてる人っていうのは挫折がしづらいよね。知識があるから間違いないから努力の総量が少なくて済むっていうのは当然なんだけど、それ以上にモチベーションだったりとかやる気だったりとか、次頑張れるとか楽しいとか、そういったことも含めて知識あった方がいいなっていう感じ。今低単価で消耗してる人とかもいると思うんだけど、普段 Twitter でも YouTube でも低単価からこれをこんだけこうやったら脱却できるよっていう風に言ってるから、その期間を頑張ってる人は頑張れんのよ。低単価でもクライアントが今3クライアントになった、これ5クライアントになったら紹介もらいに行けば単価が上がるはず、だから今は頑張ろうって思えるんだけど、何も見えない真っ暗闇の中で低単価で頑張ってる人ってもう萎えるじゃん。どうしたらいいの、分かんないみたいな、迷うかなってなるから、知識があるってめちゃくちゃ大事だよっていうお話でした。サボらない方法、今月やるべきタスクを決める、それを4分割して今週やるべきタスクを決める、月からどうまで割り振る、何を何日のいつにやるのかカレンダーに書き込む、カレンダー通り過ごす、サボっちゃった分は日曜日に消化する、これでサボりません、日曜日も計画に組み込むと死ぬ。大学受験の時も国家試験対策の時も全部そうだったんだけど、試験日はさ半年後に迫ってるわけじゃん。仮にだったら6分割するの、まずそしたら今月やるべきことが分かるわけじゃない。そしたら今月やるべきことをさらに4分割するのよ。そしたら今週やるべきことが分かるじゃない。今週やるべきことをまた分割して、これを月曜日の何時にやろう、これ火曜日の何時にやろう、これ水曜日の何時にしようみたいな風に決めとくと、計画的に半年間過ごすことができると。これ落とし穴なのが、日曜日も計画に組み込んじゃうと死ぬんだよね。やっぱ人間サボっちゃうから、水曜日のみ行っちゃいましたみたいなってなったら、木曜日に2日分やんなきゃいけないみたいな、金曜日も土曜日も日曜日もってなると、どっかで無理くんのよ。半年間さ計画通りに過ごすことなんて無理だから、日曜日にあえて全く計画を組み込まないと。そうすると水曜日サボっちゃっても日曜日にリカバリー効くから、1週間っていう単位で言うとちゃんと計画通り進むみたいな感じにしておくと、予定通り物事進むよねっていう。例えばさ動画コンテンツいろいろあるじゃない。それを買っても順番に前から見てこうってなると、最初の3章ぐらい見て見なくなっちゃうのみんなじゃなくて、最初にこれ何章あるなってなって、で俺これをいついつまでに見終わりたいって決めたら、今月どこまで見なきゃいけないの、今週どこまで見なきゃいけないのって決めて、じゃあ月曜日の何時から何時にこれを見よう、火曜日の何時から何時にこれを見ようって全部決めとくと、サボっちゃった分は日曜日に取り返すっていう風にやったら、確実に買ったものを消化できるから成果が出やすいよっていう。一番の敵ってやっぱサボることだから、どんだけいい講座買ってもサボるんだよね。高校生の頃とかさ、みんな授業聞いてんのにさ60点とかじゃん、赤点回避とか言ってさ、でもビジネスそんな甘くないからさ、それ100点じゃないとうまくいかないのよ。せめて80点じゃないとさビジネスでうまくいかないわけじゃない。みんな買って満足するんだけど、いやあなた高校の教科書もらってもダメだったよねみたいな、赤点だったよねみたいなってなると、その感じのノリで勉強してたらやっぱうまくいかないんだよね。最近なんかやっぱ高学歴の人がビジネスうまくいくなっていうのを思うんだけど、それってなんでだろうと思ったら、頭がいいからじゃなくて、やるべきことやるんだよねやっぱ彼らって。そのプロなわけじゃない、高学歴の人って。宿題出されましたやりますとか、いついつまでにこの参考書終わらせなきゃいけません、ちゃんと消化しますとか。じゃあそういう人たちがなんでできるのかって言ったら、こういうことやってるなみたいな。このツイート500いいねぐらいついたんだけど、これ別に医学部内でドヤ顔で語ってもみんなそれやるっしょみたいな感じになるんだよね。だけどまあ普通の人
学生時代受験勉強だったりに学生の時間を割いてこなかった人からすると、あ、そうやればいいんだってなるんだなっていう感じですね。なりました、はい、計画立てなきゃ無理よ。真面目って思われてる人ってそのパーソナリティが真面目なんじゃなくて自分がやれるようになってるみたいな、その真面目に気張らなくてもカレンダー見てそれ通りやっとけばちゃんとこなされるように組み込まれてんだよね。だ仕組みで真面目なんだよねっていう。逆にサボっちゃう人もパーソナリティがサボり魔なんじゃなくてタスクに対しての向き合い方だったりとかその仕組みがサボり魔なんだよねって考えたら、これを社内のルールにしてもいいかもね。そしたらスタッフの生産性上がるしって感じです。今日からやっていきます。はい、というわけで今回はツイート深掘りということでお届けしました。この動画を見てね、動画編集に興味を持った皆さんはですね、概要欄から僕の公式 LINE を登録してみてください。稼げる動画編集者と稼げない動画編集者の違い、動画編集のパソコンの選び方、動画編集のソフトの選び方、最初の1年の稼げ方、月5万に達する方、月20万に達する、月50万に達する、月100万に達する方法を無料でプレゼントしています。これ無料なんですね。なんと無料なんですよ。なんで無料なのに皆さん取りに行かないのって思っちゃうぐらい本当にめちゃくちゃいい情報を発信してるんで、ぜひ皆さん受け取ってください。無料の情報を受け取らない人って本当に何なんですかね、なんでって思うんで、皆さんぜひ登録してみてください。登録したらですね、毎日毎日その後もプレゼントだけじゃなくてメルマガが届くんで、毎日読むようにしてみていただければ幸いです。でもう一個ね、公式 LINE があります。それが動画編集キャンプの公式 LINE です。こちらはですね、説明会を毎月やってます。動画編集キャンプは何かっていうと、土日2日で動画編集スキルを身につける超短期のスパルタスクールなんですね。全国の校舎に土日2日だけ来てくれれば月曜日から現場レベルの編集者になれるというオフラインのサービスです。短期間で動画編集スキルを見つけた方はぜひ検討してみてください。概要欄にあるねリンクから説明会の情報を受け取ってください。これが2つ目の公式 LINE、 青、括弧動画編集キャンプ主催の LINE ですね。青の公式 LINE と動画編集キャンプ主催の公式 LINE、 この2つを登録するとなんとこんだけのものがもらえます。ドドンと。すごくない？2つも登録してね、皆さん。2つも登録するのが大事。青の公式 LINE は毎日毎日有益な情報が発信されるよと。動画編集キャンプの LINE は動画編集キャンプの説明会の案内が受け取れるよっていう感じなんで、そういう感じで使い分けてもらえると幸いです。あとですね、もう1300人以上の人が案件を獲得している青の案件獲得コンサルというサービスがあります。こちらはですね、動画編集スキルを身につけたけど仕事が取れないとか、動画編集スキルはなんとなく無料情報に触れたけどがっちりしたスキルになっていないとか、そういった方に向けたオンラインのサービスです。ちょっと動画編集触ったことあるかなっていう人が8案件を獲得するまで10日でいけるよと、僕らの指示に全部従ってくれれば10日後に現場レベルの動画編集スキルに切り替わって営業方法が分かってしまう、だから案件が取れてしまうと、そういったサービスになっております。こちらもめちゃくちゃ好評なんで、ぜひ概要欄から販売ページ、申し込みページをチェックしてみてください。だから皆さんチェックすべきは青の公式 LINE、 動画編集主催の LINE、 こちら2つを登録した上で案件獲得スクールのページを見てみると、俺どれが合うのかなというふうに見ていただいて、どれか申し込んでいただけたら幸いです。というわけで今回もありがとうございました。いいなと思ったらグッドボタン、悪いなと思ったらバッドボタンよろしくお願いします。勉強になったなとか、これどうなのっていうふうに疑問に思ったことはぜひコメント欄にアウトプットしてください。めちゃくちゃ嬉しいです。その中で今回は以上です。ありがとうございました。